所にまた一歩、誰かに押されてまた一歩、自分の力でまた一歩、誰かの力でまた一歩、振り向いたら足跡二つ、いつの間にか空は晴れている、涙がこぼれる時も、叫び届かない時も、相手にされない時も、うつむいて歩く時も、誰かと一緒にまた一歩、おはようございます。関根ひろおきです。今日も朝のひととき、あなたの心に安らぎと希望をお届けするライフラインでお楽しみください。さて今日の番組は、群馬県高崎市在住の画家関口正人さんをご紹介いたします。関口さんは子どもの頃から絵を描くことが好きで、美術専門学校の講師を経て、現在は絵画教室を開きながら風景画を描く画家として活躍しています。また関口さんは中学生の頃、些細なことからいじめを受け、その悩みの中でキリスト教会に通うようになり、神様の愛を知って生きる希望を持てるようになりました。今日はそんな体験談とともに、自然の中で絵を描く恵みについてお話を伺います。それでは今日もライフライン、最後までお楽しみください。この番組はPBA の提供でお送りいたします。昨年の夏、群馬県高崎市にある高島屋アートギャラリーで、画家関口正人さんの作品展が開催されていました。関口さんは主に油絵で風景画を描いています。今回はですね、私の個展なんですけれども、風景から、それから生物、人物を今回は少し多めに出させていただいて、一つ の私がここ最近近作ですけれども、描き上げた作品を並べさせていただいています。私の身近な近所の風景から、群馬県で有名な赤城山の山頂から描いた絵であるとか、浅間山、それから新潟県の雪深いその残雪の風景を描いたり、那須の方の高原のすがすがしい風景を描いてきたつもりです。やっぱり現場主義なものですから、その現場に赴いて、その現場で描いていくことが主です。現場に行って、その風とか温度とか、
鳥の声とか牛の鳴き声とか足に伝わってくるその地面のあったかさを感じながら描かせていただいています。この日スタッフは関口さんが栃木県にある那須高原で風景画の写生をすると聞いて同行しました。ここにしましょう。関口さんは愛用のイーゼルを車から持ち出し、朝日に向かってセットし、絵を描く準備を始めました。ここはあれですね、あの地形の変化がこうなんていうんですかね、たおやかにこうや柔らかくっていうんですかね、こう入り混じりながらですねリズムを作ってるんですね。そのリズムがとも心地がいいんで、その絵の中の面白さとして、まあいろいろな区形があるんですけども、構図の中では Z 型っていう形なんですね。でそれでもう一つには、あの光線、朝でないと描けない場所っていうのがあって、昼間になってしまうと何の変哲もない風景なんですけども、朝の光を受けた時にすごく光り輝く場所っていうのがあるんですね。まあそれでなくてもここはとても魅力的な場所だと思うんですけど。関口さんはイメージの構図が決まると絵筆に持ち替え、その場の臨場感を感じながらキャンバスに色をのせ始めました。単純に緑って言ってる中にこう赤色があったり黄色色があったりとかするもんですから、それを少しでもこう見落としちゃうと色が自然らしくなっちゃう、なくなっちゃうんですよね。見落とさないように、こぼさないようにできるだけ全体を見合わせながら、広く見たり細かく見たり広く見たりしながらだん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 描き上げていくんですけどね。この自然の中で描くっていうのはやっぱり重要なことですかね。そうですね、やっぱり教わらなくちゃなんないですね。自然から教わる、教わらないことには描けない。特に風景画なんかの描いてる場合なんかには、そのどういうこうなんていうの、組み立てなのかとかをやっぱり教わらないとダメですね。まあ強いては神様から教わるみたいな感じなんですけどね。自然の中でその天と地を創造された神様に教わりながら絵を描くという関口さんは、高校生の頃からキリスト教会に通っているクリスチャンです。関口さんは子供の頃から絵を描くのが好きな明るい少年でしたが、中学生の時、些細なことからいじめを受け、自分の存在価値を見失うようになりました。そんな中、高校生の時にキリスト教会に通うようになり、人は皆神様に作られた価値ある存在であることを知り、生きる希望を見出しました。もともと絵を描くのは好きでしたし、人との交流もすごく、なんていうんですかね、自分で言うのはおかしいんですけども、友達をいっぱい作っていくタイプでした。で、男女の隔たりなく仲良くできる、そんなような自分なりにそんな存在だったんじゃないかなっていうふうに思っていたんですけども、中学校1年生の時に、友達のちょっとした言葉のいたずらに
ちょっと引っかかってしまったような形で、まあ、それの言葉自体が、まあ、女子生徒が嫌がるような言葉だったんですね。でも私はちょっと知識的に知らなかったもんですから、それをまあ学校の先生に聞いてしまうっていうような事件が起こったんです。そのことを通して、いつの間にか私が嫌われ者になっていってしまったんですね。最初のうちはですね、私の机の周りにみんな寄ってくるように、休み時間ごとに遊びに来ていた友達が来なくなったんですね。それがいつの間にか部活を通してだと思うんですけども、隣のクラス6クラスぐらいあったんですけども、全クラスの同級生から、あいつは悪いやつなんだ、あいつは嫌なやつなんだっていうふうにもう指さされるようになったんですね。クラスの仲間がだんだん離れ、親しくない同級生からも嫌われ、最後にはいつも共にいた仲の良い親友からも見放されました。そんな中で関口さんは人間不信になり、自分の殻にこもるようになりました。友達、親友って何なんだろう、人間全体がこう信じられなくなってしまって、人間不信になってしまったんですね。その頃から顔が無表情になってしまって、あれほど友達とのこう交流を大切にしていた自分が、いつの間にか人目を避けるようになってしまっていったんです。そのうちに学校に行くのが嫌になって、まあ不登校の始まりですね。その頃は不登校っていう言葉がありませんでしたけども、遅刻をしていくのは当たり前、できる限り早退もする。そのうちに、父親と母親が共働きだったもんですから、学校に行ってきますっていうような顔をして隠れてるんですね。で、父親と母親が出勤していくと、そーっと家に帰って、満たされない心を、まあ、タバコを吸ったりとか、お酒を飲んだり、あとある時にはオートバイを無免許で乗り回したり、親の目を盗んで置いてある車を乗り出したり、まあ、そんなようなことで心が満たされるかなと思うようなものでさえもこう求めていくような感じだったんですね。でも何にも解決になりませんでした。満たされない心を物質で満たそうと試みた関口さんでしたが、それらは何一つ暗闇から抜け出す助けにはなりませんでした。そして高校2年生の頃、違う中学校出身の部活仲間に誘われ、初めてキリスト教会に足を運びました。高校2年生になった頃に、私の友達が、まあ、文芸部の友達がいたんですけども、その友達は中学校が違う中学校だったのね。その友達が誘われて、まあ、先輩に誘われて教会に行くことだったんです。で、私は早く帰りたいです。できるだけ人目にさらされるところにいたくないですから、早く帰りたく早く帰りたくてしょうがないんだけども、いつも一緒に帰ろうと言っている彼が、誘われて行ったもんですから、私は早く帰ろうよ帰ろうよって言いながら、初めて教会と言われるものに行ったんですね。その中に入って、まあ、中学校からの同じ中学校の同級生もいたもんですから、少し躊躇もしたんですけども、その中に入っていった時に聖書が開かれ、そして賛美を歌っている声を聞いたり、初めですから歌えませんから聞いたりしているうちに、ああ自分にはここは似合わないな、合わないな、私はこんなに真っ暗な心をしているのに、こんな明るくって素敵な人たちの中には混ざれないなって思ったんですね。ですから一回行ったんですけど、もう二度と来ないよって思いながら帰ったんです。ところがしばらくするとまた他の違う友達だったんですけども、やっぱり先輩に誘われて教会に行かなくちゃならないって、だから付き合えと言われて付き合っていった時に、前回は牧師先生がいなかったんですけども、2回目に行った時には先生がいてくださって、そして聖書を開いてくださったんですね。
で賛美を歌ったりとか聖書の話を聞いているうちに、なぜか不思議に自分でも自分のことがゴミのような存在だというふうに思っていってしまっていたんですね。もう刷り込まれるみたいに自分の心が、そうなんじゃないだろうか、いやそうに決まっているっていうところまで行ってたんです。ですからもう本当に心にはもう空洞、風穴が、大きな風穴が開いているような状態だったんですね。ところがその教会で牧師先生とはお会いして、意思を持って聖書を読み始めていった時に、この言葉が素敵に心の中にふわっとあったかいものをふっと入れてくれた感じがしたんです。その言葉が、あなたは高価で尊いって言葉だったんですね。それが自分の心の中にふっと入っていった時に、本当に心があったかくなったんですね。それ以来ですね、教会にもう毎日のように通うようになりました。でやがて、ああこの神様しか私の心の中を満たすことはできないって私は確信したんですね。で求めていたと同時に、その聖書は、僕はこの神様を信じるって思ったんです。で信じますって言ってた時に、それを言って帰ってきて、家でこう手を洗いながら、洗面所の鏡をパッと見上げた時に、中学校1年生から忘れていた顔の表情ですね、自分が笑ってたんです。高校2年までの、4年間絶対に笑わなかった自分が鏡の中で笑ってるのを見て、自分が笑ってることに感動して泣いたんです。そんなことを体験しているうちに、あ、この神様のために生きたいっていうふうに思い始めたんですね。ですから自分ができることは何だろうって、その中の選択の中に神様のことを伝えていくものと、もう一つ神様の作られたものをこんなに素晴らしいんだよってことを伝えていけるもので、それをこう願っていったんですね。その中の美術の世界の方に導かれていった時に、この絵を通してこんなに素晴らしい神様の作られたものがあるんだから、これをいろんな人に紹介していけたら素敵だなと思ったのが始まりだったんですね。聖書に表されている天地万物を創造し、価値ある存在として自分を愛している神様に出会った時、関口さんの人生が大きく変わりました。そして現在、絵画教室や絵を描く活動とともに、聖書を学び、神様の愛やその素晴らしさを伝える働きも行っています。今までは絵を通して神様の素晴らしさ、神様の作られた世界の素晴らしさと、みんなが愛されてるんだっていうことを伝えてきた、そういうことを通しながら、こう私は今必要なものは本当に神様のことを本当に紹介できるようになっていきたいなというふうに強く思うようになってきたんですね。それで今度は絵プラス言葉、その言葉の意味を神様から私が与えられたように、本当に、そして与えられた時に本当に満ち足りて、本当に嬉しくなって喜びを持った時と同じ体験を周りの人たちが味わえるように、私も今度は間違いのない聖書の言葉を本当に伝えていけたらいいなっていうふうに今思ってるんです。この自然の中で神様を感じるっていうのはどういう時ですか？やっぱり美しさですね。この自分ではもう作りえないこの色の美しさ、ハーモニーっていうんですか、
で自分が思ったよりもはるかに美しい色をこう醸し出す、想像力っていうか、こう綺麗に神様がこう作られたんだな、その中には必ずこう摂理があるっていうか、非常に美しいハーモニーのある摂理がこう働いてる。描いていくんでもこう神様の栄光をこう表していけるような描き方ができると、ああなるほど、自分でこう何て言うんですか、自分なりのこう満足のいくっていうのはやっぱり神様のとこう気持ちが、まあ、一緒になってるか分かりませんけど、自分なりにそうなった時かななんていうふうに思うことがありますよね。おはようございます。原田範夫です。今日は画家関内正人さんの話と作品制作の様子が紹介されました。光や風を感じ、鳥の声を聞き、地面の暖かさを感じ、自然に学びながら神様と会話をするようにして描いておられる姿から、これらの作品の数々が生まれていることが分かりました。そしてそんな関内さんが笑いをなくすほど辛い日々を送り、自分をゴミのような存在だと人生を見下していた思春期があったなんて想像ができませんでした。けれども友達に誘われて行ったキリスト教会で神様を知って180度変えられたのですね。今日は関内さんが心を開くきっかけとなった聖書の言葉をもう一度紹介したいと思います。私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。私の目にはあなたは高価で尊いというこの言葉が発せられた時代背景は暗く深刻です。人々の心のふるさとが破壊され、さらに戦いに敗れ異国へと引かれていく、そんな絶望的な状況の中で語られているのです。しかしこの絶望的な場面で神様は希望を語られます。一時の気休め、慰めの言葉ではない希望です。恐れるな、私があなたと共にいる、見よ、私は新しいことをする。この言葉は今を生きる私たちにも届けられているのです。悲観的な状況にある人に、喜びをなくした人に、人生に疲れ切った人に、この世界を導かれる偉大な神様があなたの名前を呼んで言われるのです。あなたは高価で尊い、大事な宝物です。このお方の手の中にあなたの新しい明日があります。この神様にあなたの人生を預けて歩んでいただきたいと心から願っています。今日の番組いかがでしたか？番組ではあなたからのご感想のお便りをお待ちしています。またぜひ教会に行ってみたい、聖書を読んでみたいという方は番組までご連絡ください。係ではあなたのお近くのキリスト教会や聖書通信講座の案内をさせていただいています。それでは視聴者プレゼントのお知らせです。今週はご覧の絵手紙の絵はがきセット、こちらを抽選で30名の方にプレゼントいたします。これは今回関内さんが番組のために描いてくださった絵をポストカードに印刷したものです。番組への感想を添えてふるってご応募ください。係への宛先はご覧のところです。
さて来週は埼玉県埼玉市にある株式会社メタルワーク工業社長の町田君代さんをご紹介いたします。どうぞお楽しみに。それではまた来週お目にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。